はい、皆さんこんにちは、ナオです。今回なんですが、はい、本日ウルトラゴッドミッション2弾稼働日の、2日目なんですけども、はい、経験値5倍期間がね始まりましたので、レベル上げデッキを紹介していきたいと思います。で、レベル上げデッキの前にまずどこでね、レベル上げをするんだっていう話なんだけど、はい、これも本当にねガチでおたの、はい、これなんですけど、エクストラミッション宇宙創生編&新宿対戦編で、ね、まず選んでいただいて、まあいつものね恒例のミッション、これ右側にねスクロールしていくと、この旧敵の輪立ち編っていうのがあるんだけど、ここをね選んでもらって、はい、ここでね皆さんあのレベル上げねやってます。で、まあここのミッションが一番そのねレベル上げのね効率的にはまあいいっていう風にされてて、多分これ以上は今ないんじゃないかな。はい、敵がまあゴッドボスなんですけど、ここね超ボスのこの魔人ブーを倒すだけでここのミッションが解放されますので、ね、ここに行くまでもめちゃくちゃ楽と。で、ここはまあ6枚しか使えないんだけど、まあ基本的にこの魔人ブーめっちゃ弱いので、どんなデッキでもまあ比較的には勝てるかなっていう感じです。で、今回のデッキに関しては、アプリなし、まあ、お助けチケットなしなので、結構まあね周回もしやすいかなっていうところで、さあ続くデッキを紹介していきましょう。さあ今回2パターンに分けて紹介したいと思うんですけど、まず1パターン目が、これ今一番需要が高いんじゃないかなっていう、サイヤ人女の子アバターのレベル上げデッキです。これはサイヤ女以外では使えませんのでご注意ください。はい、使用するヒールアバターが女の子ヒーロータイプ、必殺技が元気玉になっています。で、ミスターサタン、はい、カード組のプロモーションですね、これね。で、魔人ベジータ、ゴジータ UM で融合悟空とゼノ悟空激怒となってます。はい、まあこんな感じね、デッキは。で、このデッキがそのカンストダメージ2回出せるから、まあスコアではね申し分ないし、スキャン陣もないんですよ、これ適当で OK で、悟空ゼノはこれ体力が一番高い悟空ゼノがね、まあヒーロータイプでこれだったっていうだけなので、別にこの悟空ゼノは何でも OK です。で、もちろんパラレル激怒でもいいし、大王枠はそんな感じで、他が固定になってまして、で、アバターの必殺技がね、はい、こちら元気玉、こちらにしてください。まあこれね、絶対に元気玉じゃないとダメなので要注意です。さあこちらの必殺技なんですけど、確かシェンロンのお願いのもうめちゃくちゃ序盤1回目とかでゲットできた必殺技なんで、まあ誰でもわりかし持ってるかなっていう感じです。はい、では行ってみましょう。で、バトルアプリ指定はないんですが、まあとりあえず友情上がってなかったら友情をつけたり、経験値で、ね、欲しかったら、まあやっぱりレベル上げ一番経験値が大事なんで、このねファイナルラウンドとかを選びましょう。はい、で、ここからはもう倍速&連打です。で、倍速に関してなんですけど、まあこうやってボタンね押さえてやるのってすごい効率悪いので、こちら、はい、みんなこれ多分使ってるであろうこのアタッシュケース、これを倍速の器具として使います。まあ、要はこんな感じでね、あの重りにするっていう、そうすると、はい、こんな感じでもう自動的に2倍速かかるのでめちゃめちゃ便利です。はい、で、こっから先はもう連打、はい、これもね、アビリティいろいろと魔人ブー発動してくるんですけど、全部もう、ね、フル無視で OK です。で、全打するとこんな感じでね、エナジーが、今6個になったと思うんだけど、ここからね、ベジータで3個上がって、まあ、記録回復もね、どうでもいいので、これでもう準備完了。はい、で、最初のヒーロー連携は、これ外しましょう。これ。まあ、ヒーロー連携、バーサーカー連携ってあるから、この最初のヒーロー連携は、こう、外す。はい、これね、ギリギリ体力が空いて、5000とかね、残ってると思うんだけど、まあ、これで、外すと、こんな感じで、カンストダメージ。からのバースターカーで最後ね、もう1回カンストで、1ラウンド中にその2回ね、カンストが出せるっていうので、まあ、ハイスコアもね、達成可能となってます。だこれがまあまあまあ、ね、一番効率いいかなっていうので、自分これで回ってるんですけど、まあもちろんレートが低めのね、デッキとかもあると思うんだけどさ、まあ自分それちょっと分かんないので、勉強不足でちょっと分かんないので、まあ、とりあえずね、これで自分は毎回ね、周回やってます。さあ、で、気になるスカの方なんですけど、はい、これまあね、シェンロンメダルとかでね、ちょっと上乗せはされちゃってるんだけど、はい、いくつぐらいかな、はい、ドラゴンボールもゲットできるのいいよね。バトルアップ想像以上だ。
はい、59万8630ポイントで、このスコアなんですけど、アバターの HP とか、あとバトルアプリの HP によってはこれがね、60万点いったりもするから、まあとりあえず周回はこんな感じになってます。はい、続いてサイヤ人女の子ヒーロー以外の、ね、バージョンになるんですけど、はい、まあ、ほぼ一緒なんですけど、ここだけ、元気玉悟空に変わってますね。あの激怒悟空がね、元気玉に、変わってて、他は同じで、ヒーロー方は、ね、この場合はバーサーカータイプの、はい、こちらも元気玉に、変えてください。で、まあ、アバターは別に何でもいいですよ。これ破壊神でも海王神でもとりあえず何でも OK なんで、バーサーカーであれば、OK と。で、まあ、また経験値とか、ね、選んで出陣と。で、まあね、これもデッキがほとんど一緒だから、まあ組みやすいし、まあ、今回のテーマがどちらかというと融合かな、ね、これがやっぱりさ、まあ、人気カードでなおかつ、まあね、持ってる人も多めだし、レベル上げ以外でもこのカードって実用性がめちゃめちゃ高いので、まあやっぱりこのデッキカードをね、使ってレベル上げもしていくっていうのが、まあ、お買い得の秘訣と、はい、で、まあ、あとはもう全く一緒なので、もう連打あるのみです。じゃあ、まあ、たわいもない話でもしていきますか。はい、まあ、この後にちょっと、ね、これ以外の編成で、まあ、定例と版とか、ちょっとご紹介したいと思うんですけれども、まあ、自分が本当に知る限りの、あとは教えてもらった限りの、ちょっと今回でレベル上げデッキ紹介していきたいと思ってます。まあ、とにかくここのポイントはこれだね。魔神ブーのパワーを上回る必要があるから、まあ、さっきの場合サイヤ人女の子がね、これパワー上げてくれてたから大丈夫だったんだけど、サイヤガールがいないとみんなのパワー上げられないから、元気玉がこれで必要になってくるっていう感じで、このチャージもね、適当で OK です。ただここがね、やりすぎるとチャージ下手になるから、まあまあまあ、チャージパーフェクトもね、狙いながらバーサーカーは、まあ、押してった方が、まあ、いいっちゃいいかなって感じ。はい、で、またカンストカンストで KO、 さらにボールもゲットしてね、ほんといいよね、今のレベル上げって。なんかすごいめちゃめちゃね、なんかお得感っていうか、まあ、早い上にノーチャージで、まあ、ボールもゲットできて、でスコアも申し分ないっていう、まあ、やっぱり今の環境だと本当にこのね、周回が一番いいのかなって思ってます。はい、まあ、ちょっとさっきスコア落ちてるのは HP とか、まあ、シェンロンメダルとかの、ね、都合だと思うんだけど、まあまあスコアもこんな感じで出せますので、じゃあ次、定例と版行ってみましょう。はい、で今回はね、一応まあ低レートっていうか、まあ、結構レート抑えめでね、ちょっと頑張ってみました。まずミスターサタンで、ベジータのこれビッグバンミッション11段のアルティメットレアのベジータで、激怒悟空、グロリー BR、元気玉で、これが昔の最強ジャンプの応募者全員サービスベジータ GT、 これ一覧の目から戦闘力が4倍、になるっていうカードで、最後がウーロンとなってます。これがいつだったかな、割と最近 UGM サンダーの、ね、キャンペーンのウーロンになってますね。はい、でこのウーロンが前回ゴッドボスでも使ったと思うんだけど、敵単体のガードを無効化できるという、でゴジータ UM がこの、ね、レベル上げデッキでやっぱり一番高くなっちゃうと思うんですけど、そのゴジータ UM を使わないっていう編成、これがね、かなりいいです。でファイナルラウンドちょっとね、経験値上がったので334になりましたので、まあちょっとね、これファイナルにしてね、経験値も上げ上げで行ってみたいと思うんですが、まあ経験値5倍がね、今日からかかるっていうことなので、かなりね、レベル上げもはかどるんじゃないかなという感じなんですけど、まあこのベジータもなかなかね、使える割にはなんだろう、値段がさ全然高くないんですよ。で他の編成でやっぱりブルガリー行けちゃうからっていうのもあって、そんなにまあ高くないイメージがあるんだけど、はい、戦闘力は2999で、ミスターサタンの枠は正直これこのデッキだったらヒーロータイプの世界チャンピオン持ちだったら何でも大丈夫 OK です。まあこれが一番多分最近のやつかな、 BM3 段だから結構新しめのやつっていうので入れてるだけなので、このサタンにしてるっていう、だからここのサタンぶっちゃけなんだろう、ヒーロータイプで世界チャンピオンね、これ戦闘力 1.5倍持ってればまあ何でもいいです。はい、でまあ10倍10倍のこれもね、さっきと同じ、は
はい、1回目ヒーロー連携をするしてからのバサカ連携でしっかりと沈めると。さあこれでダブルカンストが可能です。だまあウーロン そのスペシャルタイプなのでモーションが入っちゃうんですよね。だモーション入るからあれだけがちょっとめんどくさいっていうか、まあ、時間効率若干悪いんだけど、はい、スコアの方58万4千点。でも、そうだね、多分初期 HP がちょっとね、アバターなしに比べるとまあ低くなっちゃうから、あとウーロンがね、1000しかないっていうところで若干スコア低くなるけど、まあ、それでもデッキレーター大幅に下がるので、こちらの編成もかなりおすすめとなってます。はい、でね、今日からね、やっぱり経験値5倍だから、このシェンロンのお願い、これもちょっとチームボーナスの振り直しじゃなくて、経験値をアップで行ってみたいと思います。さあ経験値気になる方は、5764ポイント。はい、なかなかいいね、なかなかの経験値。はい、ということで、今回は最新版レベル上げの方法について、解説の方をさせていただきました。まあ多分みんな編成に関しては似たり寄ったりだし、別にこれ自分が開発したっていうわけじゃないから、まあ、単純にこう本当に自分がね、使ってるデッキの方ねちょっと今回紹介させてもらったんですけども、はい、まあ、ミスターサタンはね本当に何でもいいんだよね。これ世界チャンピオンの 1.5 倍ね持ってれば何でもいいから、まあ、これは手に入りやすいでしょ。でまあまあまあ、マジンベジータもねそこら辺のカードショップで多分安売りされてるし、結構メルカリも出回ってますね。で激怒悟空がちょっと高いんだけど、パラレルの方がレートが安かったり、でまあウーロンは全然安いじゃん。これも安いよね言うて。でまあ、元気玉がちょっと高いかなってぐらいで、あとはブロリー BR も休みになってますので、まあ、これはね結構レート低めでおすすめです。はい、これ以上レート低いやつっていうのも多分あると思うんだけど、まあそういうのもあったらねぜひコメント欄でね教えてください。はい、ということで今回の動画もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。 Twitter フォローなんかの方もしていただけると嬉しいです。ということでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。